おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1805です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回その前とやっております MIA モビルスーツインアクション、こちらのですねエンドレスワールドシリーズ、そちらのガンダムの方を紹介しております。それの今回は4回目ですね。で、前回紹介したのが真ん中におりますガンダムデスサイズヘルカスタム、こちらの方を紹介していきましたけど、今回もまたね4体目のガンダムをやっていきたいと思います。ということで、ささっとちょっとね避けさせていただいて、で今回のやつをねやっていきたいと思いますが、今までですねゼロカスタム、ナタク、デスサイズヘルカスタムと全てですね開封済みやっていきましたけど、今回初のね未開封、これをねちょっとやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、モビルスーツインアクション、こちらのガンダムヘビーアームズカスタムですね。こちらの方をやっていきたいと思います。はい。今までね、ずっと中古品だったということで、まあ開封済みでね。なので、洗浄するために中身にね、収まっておりませんでしたけど、以前紹介した3体も同じような感じで、こんな感じで収まっております。ガンダム本体が真ん中にあって、周りのところにパーツが入っていると。で、背中にね、背負い物とか、ちょっと長物がある場合は、もう一個後ろのケースのところに入ってたという感じの、こんな感じのケースで収まっております。はい。一応パッケージがこんな感じになってまして、側面がこうですよと。一応こちらのところにも遊び方として、ダブルガトリングはバックパックに取り付けることができますがね、手首は武器に合わせて変えてくださいとか、こんな感じで載っております。で、裏がこうですよと。で、まあ、ポーズ一覧みたいな、こんな感じですけど、まあ、ラインナップ一覧ですね。一応こんな感じです。で、さらに横がこうです。あと、上と、下というふうになってます。で、下のここですね。セット内容、本体、手首 ×2、ダブルガトリングガンということで、こんな感じ。なので、この3種類しかないっていうことは、もうここで完結しているという感じになっております。はい。一応こんな形となってます。で、先ほども言った通り、ゼロカスタムとかは全部中古で買ってて、しかも開封済みなので非常に安かったんですけど、ヘビーアームズカスタム、これだけね、中古で手に入らなくて、探した結果、高かった。すんげー高かったです。こちらですね、ゼロカスタムが400円。ナタクが600円。デスサイズヘルが700円でしたけど、こちら、3800円でした。高え！で、そこの方にね、定価が載ってるんですけど、1200円なんで、ほぼ3倍で買ったって感じですね。まあ、ちょっとね、いろいろありましてね、せっかく揃えるんだったら全部揃えたいなということで、ちょっと奮発したという形になっております。はい。ということでですね、こちら早速開けていきたいと思いますけど、開ける場所はですね、後ろのところをパカッと開けるっていうよりも、サイドのここですね、テープで留められてるんですけど、ここの部分をカットして、ペランと開けるような形になっておりますんで、ここのところのカットをしていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となりますと言いますか、先ほどのケースからペランと出したらこの形になります。一応こんな感じのね、ケースに全て収まっていると。で、物によっては先ほどもね、言った通り背負い物があるときには、ここにもう一段ケースがあって、そこに収まってますけど、こんな感じで入っております。で、MIA の特徴なんですけど、こちらですね、前面側からガバッと入っている部分というのがあまりなくてですね、こちらのダブルガトリングとか手首パーツはセロハンテープとかで留められてます。一応本体だけは出てこないように、こんな感じでね、ケースを収められてますけど、だいたいこんな感じのね、仕様になってますんで、特に古いものになってくると、セロハンテープがね、ぺったりくっついてる影響によって、ベタベタしてる部分がね、映ってる可能性がありますんで、そこを一応考慮して買うという感じになると思います。はい。一応こんな感じになってますんで、パーツ一式ですね、こちらから出してささっと準備してしまいたいと思います。はい。ケースから出したのがこの状態となります。ダブルガトリングと手首パーツとヘビーアームズカスタム本体というふうに置いてあります。で、こちらのね、ガトリングなんですけど、これをですね、よく見たらわかると思いますが、同じものです。で、本来は右を左をということで、手持ちの部分が違うはずなんですけど、ぐるっと回してみるとね、同じものがついてます。なので、これに関しては、もしかしたらエラー品なのかなということで、まあ、今更どうにもね、ならないんで、このままね、やっていきたいと思いますけど、これから買おうと思ってる方は、この部分にね、一応注意しながら買った方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、専用の手首パーツがありますんで、これで保持させるという形になっておりますよと。で、とりあえずパーツ一式ですね、手前の方に寄せてしまって、よっこらせいと。とりあえずこの状態でいきたいと思います。こちらのね、ハッチ部分というか、これは実際閉じなきゃいけないんですけど、とりあえずこの状態でいきます。で、ぐるっと回すとこんな感じですね。背中面がこうですよ。こんな感じです。で、私のやつはこちらがですね、ケースの中でポロッと取れてましたんで、これただ差し込むだけなんでね、戻せば OK ですという感じです。はい。では、可動範囲いきたいと思います。頭部に関しましては左右ですね。こちら未開封品ということで、より硬いんですけど、まあそもそもね、干渉源が多いので、そこまで広く動かすことができないという感じですね。はい。で、上はこれです。これが限界値。下がこんな感じなので、ほとんど動かないという感じですね。はい。で、腕に関しましては、この順でぐるっと回すことができそうなんですけど、こちらですね、このアームパーツ。
ここにね、ガトリングをつける関係で、ここが一応動きはしますけど、まあちょっと干渉してしまうと。で、特にハッチ開いた状態だとね、当たってしまってね、あまり動きませんけど、これをね、考慮して、まあ畳んであげたりとかすると、まあとりあえず真上ぐらいはいけるという感じになってますね。肩アーマーは相変わらず外れやすいですけど、まあとりあえずこんな感じで一応動かすことができますよと。で、内部ですね。ここのところ、今までのね、3体に比べて隙間がありませんので、腕を動かすと肩アーマーが一緒に動いてくれると。これは多分このね、ハッチ部分を展開する関係で、これが展開してしまうと重量によってね、カクッと行くのを防止するためにスペースがないんじゃないかなと思います。で、肘は深く曲げてもこれぐらいですね。90度いかないですね。これ多分無理やり曲げようとすると肘関節壊してしまいますんで、まあこれしかいかないのはちょっと狭いかなって感じですね。で、多分ロールに関しましては肘のここで動かすことができますよ。手首に関しましては従来と同じようにここで稼働させることができますよと。まあこれ軸式になってますんで、まあひねり程度しかいきません。一応腕の最大まで開くとこんな感じですね。まあ水平まで全然いかないという感じになってます。ボディに関しましてはここでのひねりがありますよと。まあ一応強引に動かせばね、ぐるっと回りそうなんですけど、ちょっと端っこがね、削れてしまう可能性がありますんで、まあある程度動く程度で考えておいていいと思います。で、フロントアーマー、サイドアーマーは今までのやつと同じ方式になってますんで、まあ一応軟質素材は軟質素材なんですけどね、強引に動かしすぎるとちぎれる可能性がありますんで、まあそこまで深く動かさない方がいいんじゃないかなと思います。で、持ち上げると、まあここまでですね。で、足に関しては90度、ここまでしか動きません。足首がこんな感じで動き、ここのパネルが稼働しますよと。まあ動いたところでもっと前面側にグイッと動くとかね、そういうわけではありませんので、まあ一応稼働するというギミックがある、そんな感じとなっております。はい。まあ、全体的な稼働範囲はこんな感じです。まあ、腕をもうちょっとね、横にグッと水平まで上げられた方が劇中のね、ダブルガトリング持ってくるくるくるっと回るね、あのシーンを再現できたかなと思うんですけど、それは特にないと。で、ピエロマスクですね。半分だけ。ピエロマスクついてるヘッドパーツっていうのがあっても、まあ、劇中に近くてより良かったんじゃないかなと思いますけど、それもなかったという感じになってます。はい。で、これですね、先ほどから言ってる通り、こちらのハッチは開いた状態になってますね。これ閉じることができますよと。で、一応こちらね、閉じましたけど、こんな感じでただパターンと閉じると。で、後ろのこちらの部分はくるっと回して、同じような感じの位置に戻してあげるっていうかね、こんな感じすると、閉じた状態にできます。反対も同様に、こうやって動かすことができますんで、ちゃんと閉じることができると。はい。まあ、一番これがスタンダードな形だと思います。で、可動部分としまして、肘とかね、それ以外に胸部のハッチですね。これを展開することができますんで、ぐっとね、開くことができると。はい。一応こんな感じです。ただ前回まで開こうとすると肩アーマーですね、これにちょっと当たってしまいますんで、腕をちょっとね前に出してあげてスペースを確保してあげるとよりグイッと開くことができる。これはですね、やっぱりちょっと気になるポイントですね。まあ一応肩アーマーちょっと残しの状態みたいな感じにすると、まあ一応前回に開いた状態で肘曲げてガトリングをね両手に装備させるとちょうどフルバーストみたいな感じにできるかなと。ただ腕をまっすぐ下ろすとちょっとね前の方にピョッと出てしまうので、これがちょっとかっこ悪いんでね、ここの部分が引き出し機構みたいなね、そんな感じの機構が導入していてくれた方がより良かったかなって感じですね。はい。まあこんな感じです。あとですね、本来開閉っていうかね展開する場所としましてサイドアーマーですね。ここのところのパーツもガチャッと開くとミサイルが入ってると。で、ここの部分も確かそうだったと思うんですけど、まあその辺は再現されておりません。で、あと足についてこのでかいやつですね、ここの部分も本来はハッチ開いてって感じなんですけど、それも特に再現されておりません。これはですね、差し替えでもいいんで、展開済みのパーツがあったらね、より良かったかなって感じなんですけど、下半身に関しましてはそういうようなね、展開ギミックはなかったんで、非常にもったいないっていう感じですね。はい。で、ぐるっと回した背中のこちらの部分ですね。この穴のところに対して、付属のガトリング、これをつけることができると。で、これこのままつけてしまうと、互い違いにこうやってね、干渉してしまいますんで、これを倒します。で、倒した状態で、ここのところにこいつをつけることができますんで、こういう風にマウントさせることができると。で、反対も同じような感じで、こういう風にしてあげて、マウントさせてあげると、こんな形で背中のところに2つつけることができると。はい。以上こんな感じです。で、こういう風にできますんで、手首パーツを常にこのグーパーツですね。これではなく、武器持ちタイプですね。これ抜いてあげて、武器持ちのタイプの手首パーツを取り付けておきますよ。それで、運用してあげれば余剰品なしでね完全に遊びやすくなるんじゃないかなと思いますんでね、気にならない方はこれでもいいと思います。ちょっと見栄えをね重視する方はこの部分をね一回一回交換式にしてあげた方がいいと思いますけど、そうすると手首パーツがねこれだけ余ってしまうのでちょっとねもったいない感じがあるんでね、まあ
なしの状態にするんであれば、こんな感じでね、常に武器持ちの手首パーツをつけた状態で遊んだ方がいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じですることができますよと。でガトリングの取り付けはここからパチンと外してあげて、こいつは戻します。はい。であと手首パーツ、ここのところにガトリングを持たせるだけ。でこちらグリップパーツ取れませんので、この状態で強引に持たせていくと。でグイッとひねると、そんな感じに取り付けてあげますよと。はい。取り付けるとこんな感じですよと。はい。見ていただくとわかると思いますが、前腕に対してまっすぐ持ってません。こういうふうに内側に寄ってますね。これはですね、この手の甲の部分のパーツっていうか、この手の甲の部分がこちらのグリップですね、こちらのグリップの内側のスペースと合ってませんので、最後まで入りません。これがまっすぐこう入ってくれなかったんですよね。なのでこちらの手の甲のパーツを削ったりとか、あとこっちの内側ですね、ここのところゴリゴリ削ってうまくはまるようにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で多分こちらですね、パチッと言ったら外れたんですけど、ここのね内側の形状が決まってるんで、多分こちらのグリップが間違ってるっていうよりも、ほぼ確実に右用のやつが2個入ってるとかね、多分そんな雰囲気で入ってるんで、多分これは混入ミスって感じだと思います。はい。なので同様の方法でこういう風に入れてあげて、強引にグイッと回してあげて指のところに引っ掛けると、まあそんな感じにすると、まあなんとなく持つことができるんで、まあ一応まっすぐですね、前腕をまっすぐっていうよりもガトリングをまっすぐにするような感じで保持させてあげれば、まあ一応こんな感じでね、両手に持ったような感じにできると。はい。ちょっとこの部分がね惜しいなって感じる部分ですね。であと下半身周りのところのハッチのね展開がなかったっていうのもちょっと惜しい感じだったんで、まあこの部分をね考慮して買うような感じになると思いますけど、値段とねサイズ感でここまで再現してたのはまあまあ良かったんじゃないかなと思いますね。はい。まあヘビアムズカスタム一番好きだっていうところでね、かなり甘い評価になってますけど、まあ悪くないかなって感じですね。はい。今後ですね、こんなような感じで出てくれればもっとね良くなってると思いますんで、今後のねロボット魂とか、そちらの方にちょっと期待したいかなと思っております。はい。ということで今回ですね、 MIA モビルスーツインアクションのガンダムヘビーアームズカスタムですね、こちらの方を紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回はエンドレスワルツシリーズの最後の1体、そちらをねちょっと紹介していきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。